こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日はヘビの中でも驚くとボールのように丸々習性のあるボールパイソンという種類のヘビについてご紹介します。中でも一番有名な白いボールパイソンと言えるかもしれません、ブルーアイリューシスティックという種類のヘビになります。ブルーアイリューシスティックなので、ブルーアイ、目が青いわけですね。すごい青い水色の目に縦長の赤い瞳孔、なんか悪者感がすごい。ヘビね、可愛いですけどね。でもヘビが嫌い、見たことない、触ったことないっていう人はこの顔を見ると、あ、ヘビって思うような感じかもしれません。いろんな種類の白ヘビがいるんですけど、このブルーアイリューシスティックっていうのが、まあ、一番ポピュラーだと思います。ブルーアイリューシ、まあ、英語の頭文字を取ってベルと呼ばれたりもしますが、このブルーアイリューシはですね、まあ、こういう種類のヘビがもともといるというよりは、ブルーアイリューシスティックコンプレックスという、まあ、ブルーアイリューシになる可能性のある、種類のボールパイソンがいっぱいいるわけですね。例えばモハーベとかレッサーとかバーターとかいろいろいるんですけど、そのうちのどれをかけても出てくる可能性があります。そういうブルーアイリューシスティックになる可能性を持っているグループをブルーアイリューシスティックコンプレックスというわけですね。例えばこれで言うと、モハベという種類とルッソという種類を掛け合わせると、このブルーアイリューシスティックになるわけです。いろいろな掛け方で生まれる可能性があるということですね。掛け方によって、まあ、例えば頭が紫色に近くなったりとか、まがらが少し残ったりとか、そういう特徴があったりもしますけれども、まあ、一般的にブルーアイリューシスティックっていうと全身が白い状態を表します。他にもブラックアイリューシスティックとかホワイトウェディングとかいろんな状態があるんですが、一番ポピュラーなのはこのブルーアイリューシスティックかなと思います。目をよくちょっと見ていただいて、またブラックアイとかと比較したリモしていただければ可愛い顔してるでしょ。今日はボールパイソンのブルーアイリューシスティックと呼ばれる白ヘビについてご紹介しました。